はい、どうも、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回ですね、サバイバー側の方で遊んでいきましょう。マップはランシッター、バトはゴールドウィンドファームと。で、今回のパーク構成は、幸運の置物構成ということで、この自分がいるだけで周りが、なんかね、特殊効果がついたりとか、そういう感じのもので、今回パーク構成してきたんで、これで遊んでいきたいと思います。手札公開、誘導の照明、リーダー、ネズの番という。なんだ、ハンドレスの声かと思ったら、この、なんかよくわかんねえ。この、なんていうんだ、この石垣のあたりの、ハントレスだった、本当に。なんか石垣のこの周りだと、なんかグーグー言うんだよな。ハンちゃんの声だったわ。雑音かと思ったら、本物でした。なんすか、もう。勘弁してください。こういうところはちゃんと、割れてんね。で、回しますかね。あれ、なんで一瞬見えたの、これ、だから地図持ってんのか。あれ、なんすか、あれ。あー、助け行くか。あ、茶色いクロちゃんだったよな。一発じゃなかったから一発斧じゃないよな。キルスピード速いのはハントレスの斧を当てられて、かつ殴られてから多分死んだ感じだね。さあ、これ結構守りに入る系じゃないだろうか。あっち見に行ったな。オッケー。はい、戻ってくると思われる。微妙な位置にいると思うよ。小屋の近くかな。助けたいな、先に。君の体を治したい。ただ、ナスコ持ってる可能性が高いんだよな、ハントレスだと。OK。この微妙に何もないとこで、やるな。いや、ナスコあるかもしんない。なんかあったら俺、壁になろう。死んでもいいから。本州2回目だからね、次。ただ、俺が回復早くなるんじゃなくて、近くにもう一人いたら、その人がこのクロちゃんとかを直すのが体速くなんだよな。リーダーあると。ここ回したいな。有能だからどうだ。クロちゃんどこ行った。俺はクロちゃんのと一緒に直すと速くなる。この有能の証明を生かしていきたい。なるべくなら複数人でやりたい。この周り、石垣の周りとかハントレスを殺すようなためにあるこういうタイプのオブジェクトだから、これぐるぐるすれば良さそう。もう板なくね。あるわ。あ、これ離れてあげた方がいいぞ。さすがに回す。こんなとこでもう絶対一発もらうけど。じゃあ回すか。じゃあクロちゃんがやるって言うならこれやろう。殴られるよこんな。ああああだろうと思ったよ今。ドゥワイトを直してなから。あー、ドゥワイト直そう。オッケー。トーテムの位置が分かった。あれ、地図の効果でトーテム、あれか、破滅探して壊したのか。有能だな、なかなか。でも持ち込んでた人いないから多分拾ったんだろうな。クロちゃんなんか、あの服装の割にはすげえメンタル強い直し方するよな。オッケー、これ直しちゃおうぜ。あ、助けに行く感じか。ちょっと待て、これそこ回ってるのバレてるから、これ多分ね、俺が追われると思う。おっ、バベスなしてきた。やめて。あ、殴らなかった、クソ。やめて、斧投げるのは禁止だぞ。あ、普通に追ってきたな。こっち側もう弱いだろ。こっち行くか。やめて、来ないで。あ、でも追ってこないな。なんでだ。来てるな。あ、ごめん。ありがたい、これ離れるか。あ、スマチャク発動させたら。
持ってない。俺この庭戸ってあんまうまいこと使えないからさ、まあ痛くないんだな。これレアが竹取ってくれた。これチェイス系パークないかんね。離れてたか。これ共通側の方行くと、多分こっちに行くと人いるから体直してもらうか。あっ、クロちゃん、君リーチだけど助けてくれ、頼む。回復速度上がってんじゃない、ありがたい。じゃあこっち行ってみんなで直そうぜ。みんなで行けば怖くねえ多分。あ、これ逃げた方がいいね。こいつか、あれ壊したのトーテム、悪さしたの。いいぞ、持ってやれ。みんなで直すぞ。ドゥワイトが殴られてそう。この板割ったか、割ってそうじゃない、見た感じわかんないけど、こうやって見るとドワイトお亡くなり。有能だから、ああ直せねえか、直さねえか。あの人2回目だっけ。2人行くのはあれだから割と近くにいるから、これリーダーの効果を持って、あ、殴られるんじゃないあれ。あ、見ない、結束クソ有能なんだけど。これ手札公開で伸びてるんじゃない、オーラ貸し能力。あれでもクロちゃんやべえな、直しきってお店が追われてる。あれネアか、はい。ドゥワイトの体直して、どういった、あ、いたいたいた、はい、おいしょ、はいはいはい、オッケー。壁になってあげないとな。まず、ちょ離れたな今。あ、マジか。すい。あ、よくわかんねえな。覚えてないな。な、なんなんだ。あ、ごめん、なんか連れてきたみたいになってた。あ、ドワイトなってた。あれ、ドワイトなんでこんなとこにいんだ。タゲ取ったけどあんま意味なかった。しかもあれだ、修理速度遅くなるやつだこれ。序盤に破滅壊して、あれか、狂ったってことか、微妙に。真ん中直してんのね、みんなで。じゃあ、一人は違うとこ直そう。アントレスなぁ。食らってなかったときちょっと強気にいけるんだけど、食らったら怖いな。あ、ありがてえな。さっき体直してくんねえか。あ、直しきる？あー、そういうことね。これ多分アドレナリン持ってるんじゃないかな。俺は持ってないんだけど。有能の証明で有能さをアピールしていく。でもあっち側の中でチェイスしてるから、クロちゃんが死なない限りは大丈夫じゃないかな。あれでもドワイトもリーチか、もうネアと俺だけは多分釣られてない。あ、これやばいかも。うん、開けるか。ノアは多分ないと思う。これ俺が開けるんじゃなくて他の人が開けるといいんだけどな。今度投げてくんなよ。ただ守りに入ると思うんだよな。まっすぐこっち来てない。嫌な予感しかしない。あー、ドワイト死んだか。あ、デッドハード見つかってそう、あの人。あのクロちゃんが肉壁に入れば絶対逃げられる。違う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 、そう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 、あのネアを片方しか空いてないから、あのネアのために肉壁に入ってあげないといけない。
あそこもう死ぬしかねえな。やがらせしよう。あ、終わってないし。あ、すぐそこだ。ボルタイツキっぽくない？これ大丈夫だもん。オーケー。あ、しかも有能ついてるし、やば。